さあ外小林からさあ中インサイド勝負、ここはゴーバンはファウルはせずというところでしっかりと決めていったのはこのマクリーンです。ボールを運びます、安藤シュート、さあマクリーンのスリーポイント、ボール回していって最後はコーナーからエアボールになりましたがゴール下、マクリーンが取っていきました。そしてバスケットカウントです。ここは理解して、はい、あそこオープンになる、あここもカット、最後はダンク、まあ、今日は再三このマクリーン狙ってますね、スティールをね。13点、前半が残り3分39秒です。まあ、強度としては立て直すためにはどういったプレーが必要になってきそうですか。そうですね、ちょっと失点が多いと思うので、やっぱりあのボールが見えるポジションで手で押さえてしまったというところですね。あここもボールを奪いに行きます、オーバンから最後は振り返ってのシュート、名古屋ボールに変わります。木下から三田、そしてマクリーンダンク2本目、東残す、小林から振ってバーレル、そしてマクリーン、バーレルが入ってきてダンクです。よく見ていました。ここまで第3クォーターは名古屋13得点、そして京都は9点です。こちらが先ほどのシーンです。ヘルプもサイモン選手が下のヘルプに入ってたので、はい、ゴーバン選手が上がろうとして2人とももうついていこうという名古屋 の、そのスカウティングの結果だと思います。そうですね、マクリーンも守備に行きます。寺島がマクリーンカット、まだショットクロック時間があります。自らドライブ仕掛けていった、そして得点決めていきます。マクリーンから安西、そして再びマクリーン、左には笠井がいますが安西に渡してすぐさまシュート、いやよく決めてきます。マクリーンではな、最後マクリーン、スリーポイント、得点を重ねていけるかどうかです。サイモンちょっと流れてしまった、小林回収してマクリーン、得点決めてさらにバスケットカウントです。名古屋8番、まあ、ここは小林もよく見ていました、いい切り替えでしたしましたけれども、ここまでは81対68、名古屋がリード。小林は前を取る、さあそしてマクリーン、パスをつないで得点を決めます。